に翔平が結婚について言及。世界中の女性が臨戦態勢に入る。ドジャース20年という驚きの契約で移籍した大谷翔平が、イベントで今後の人生設計について語り話題となっている。人材サービス事業などを展開する企業のブランドアンバサダーに就任し、トークイベントの様子が公開された。プライベートを含めてどういう今後を考えられていますか？との質問に大谷は、口元に手を当てうんと少し悩んでしまう。結婚とか子供ももちろん含めて、平穏に暮らしたいなというかと語り、珍しく結婚について語った。なんて言うんでしょうね。心が平穏なのが何よりもいいことかなと思うので、私生活はそういう風でありたいなと思っていますと語り、期待されるプレッシャーだったり、ファンの人は期待するものだと思っているので、そこに対するプレッシャーも一つの楽しみ。と大谷らしい価値観を語った。私生活とはまた別の楽しみというか、僕も中堅になってきて、競技人生も終わりにどんどん近づいていると考えると今を楽しまないと終わりが近いだけにもったいないなと思いますと締めくくった。もう30歳だから当然結婚も考えるよな。野球のピークはあと数年と考えるとやりきりたいという気持ちを感じる。大谷ほど人間的にも経済力的にも圧倒的な人いないだろ。世界中の女性が大谷を狙っているっていう話も多いけど、実際大谷と結婚したら世界中から注目されちゃうってことだよ。奥さんは相当な精神的ストレスかかるな。でも大谷くんのことだからビシッとカメラの前で奥さん守る発言しそう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。